皆さんこんばんは。ボーッと見せちゃいます2 MC の佐野恵美です。今節のボートレースツアー開設7周年記念ボートレースチケットショップのばりモンスターカップが今日初日を迎えました。今夜もこの時間は選手のインタビュー展望コーナーなど内容たっぷりにお送りしていきます。どうぞお楽しみに。ポイントを貯めてさまざまな豪華景品と交換2ポイントクラブ。電話投票会員になって会員登録するだけでポイントはさまざまな景品に交換することができます。2ポイントクラブぜひご入会ください。では解説、場内解説でもおなじみ横綱さんにお話伺っていきます。今日もよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。さあ今日初日を迎えたわけですけれども、今日はお天気、ちょっと途中で、雨が降ったりというのもありましたが、そうですね、不安定な天気ですけどね、風はね、そんなに強い風吹かないんでね、そうですね、はい、安定した弱い追い風でね、水面的には、いい水面でしたね、はい、という中でレースが争われていきました。さあ今節のメンバー、男女混合戦で争われるわけですが、いかがですか？そうですね、結構主力勢ね、近況向上の選手ね、多く出ているんでね、この向上キープしてね、走る選手をね、またモーターちょっとね、苦労する選手もあると思うんでね、女子の後なんでね、やっぱりモーター調理若干難しいとこあるんでね、体重差があるんでね、そういうのが全然難しいと思うんでね、その辺見極めてね、ちょっと予想していきたいと思いますね、はい、なるほど。ちょっと女子レースの後のレースってなると、女子選手が使う分にはそのままという形もあるんでしょうけれども、そうですね、やっぱりね、気温が高い時なんでね、やっぱ回転不足になる時が多いんでね、女子の後ね、やっぱりちょっと難しい調整になる時多いですね、なるほど、そうなんですね、そういった状況も踏まえてではありますが、現時点でのボーダーベスト5上げていただきたいと思います。どうぞフリップお願いします。はい、ご覧のように上げていただきました。まず一番上からですね、33号機ということで、今節は地元の星野太郎選手使用されていますね。そうですね、行き足も良くてね、しっかり走れるんでね、星野選手ね、今日今節注目したいと思いますね、33はね、もう間違いなくこれが一番今いいんでね、そうですね、ずっといいというところで上がっている33号機ではあります。さあその続いてですが、次が32号機ですね。こちらはいかがでしょう？そうですね、これもね、行き足まずまずな感じがあるんでね、今節広瀬選手ね、33にはちょっと足りませんけどね、上位の方のモーターですね、なるほど、ということでこちらもすべて20丸で丸をつけていただいています。続いて34号機こちらも地元勢ですね、上野拓磨選手が選手しました、今日21ですからね、綺麗な幕出してね、しっかり回り見せてくれたんでね、ちょっとスタート不安定なところがあるんでね、もうちょっとさせてほしいですけどね、足的にはね、結局出足、回り足ね、いい感じありましたね、今日は第1レースで5万周という提供もありました。では続いて56号機です。こちらはいかがですか？そうですね、56番ね、パーセント全くないですけどね、地元長木田選手ね、これ伸びかなりね、本数目立つんでね、アナトーファンにはね、持ってこいのね、どっかで一発来ると思いますね、これは。なるほど、そうですか。27.4% という数字で地元の中北正史選手が手にしています。さあ続いて19号機ですか、こちらは。そうですね、19番ね、これ出足型でね、しっかり、ずいぶん前からモーター的にはいいんですけどね、ちょっと乗り手に恵まれずっていうような感じだったんでね、今節新田選手ね、まずまずさばいていくと思うんでね、内寄りになった時には狙い目は十分あると思いますね。なるほど、前回が、加藤彩選手、地元の加藤選手が優出して2着というモーター、今回はですね、新田智明選手が手にしています。ご覧のようにベスト5モーター上げていただきました。さあでは続いて注目選手のインタビューご覧いただきましょう。大竹飛鳥選手に話伺います。よろしくお願いします。今日2走連帯としました。今日の感触としてはいかがだったでしょうか？そうですね、伸び方ですかね、伸び以外の部分では評価的にはいかがでしょう？もう朝は全然引き波越えれないし、あまり良くなかったんですけど、ちょっと、後半は周りはマシになってる気がします、というところでいうと、こう引き出せた感じは少しずつあるんでしょうかね？引き出した感じ、船足引き出せた感じは、そうですね、ちょっと回転がまだ合ってない気がします、これからこの上積み測っていきたいというのは、そのターン周りの部分だったりでしょうか？そうですね、ちょっと乗り心地が今は良かったんですけど、もうちょっと上げないとちょっと引き波は越えれないかなって気がします、そのターン周り求めていく段階で伸びのこう落ちたりっていうのはないでしょうか？分かんないんですけど、でもいつもどっちかっていうとターン周りの方がいいので、伸びがちょっと落ちても
たんまちょっと乗り心地重視したいと思います。はい、今日2走のスタート感、見え方とはどうでしたか？いやそうですね、勘とは合ってますけど、ちょっとちゃんとはいけてないです。はい、では最後にファンの皆様に向けてメッセージをお願いします。はい、残り5日頑張ります。応援してください。浜野貴史選手に話伺います。よろしくお願いします。お願いします。去日、初日連勝ゴールとなりました。現状船足どのように感じましたか？乗り味とかはいいんですけど、直線はちょっと別に出ていくような足ではないですね。はい、その直線については1走目2走目こう求めていっての2走だったんでしょうか？後半の方が行き足は良くなってるんですけど、スリットからの伸び足はそう変わってないですね。ただその後こう明日に向けて引き出せそうな雰囲気というのはありますか？伸びに関してはちょっと分かんないですけど、今ちょっとプロペラ叩いてるんですけど、はいはい、今日2走のスタートはいかがでしたか？後半ちょっと起こしが鈍かったんで、他の人が遅れてくれたんでまくれましたけど、ちょっと調整しないとダメですね。はい、分かりました。それでは最後にファンの皆様に向けてメッセージお願いします。地元なんで一生懸命頑張ります。応援してください。松本明恵選手にお話伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今日初日2走終えてですけれども、はい、現状船足どのように感じましたか？ですね、まあ、プロペラは少し微調整ぐらいで叩いて行って、バランスは取れてていいかなと思いますね。はい、まずまずパワー面みたいな部分はいかがでしょう？なんか伸びが少し良さそうかなと思いましたね。はい、周り足はそうですね、前半の方が今日は良かったかなという感じがします。後半はもう少しそのあたり持っていきたいところはありますね。はい、じゃあ明日以降はそういった部分ちょっと、はい、考えて、はい、そうなんですよね。でそれとちょっと乗りづらいので、そこを少し改善したいですね。なるほど、はい、大きな整備とかそういったことも考えますか？それはしなくても良さそうかなと思います。はい、はい、今日2走スタート感はいかがでしたか？休み明けで降雪、1走目は、しっかりちゃんと入ってるタイミングでと思ったらちょっと遅かったので、後半も一生懸命行ったつもりだったんですけど、思ったよりは遅かったんですけど、初日にしてはですかね。徐々にこれちょっと頑張ります今節。はい、ですかね、こっちをちょっと取り戻していきたいですかね。そうですね、はい、ちょっとまだ体もちょっと慣れてないので、ちょっとしっかり練習します。はい、とはいえ2走2連帯、2走船券絡みという成績になっています。はいはい、では最後にファンの皆様に向けてメッセージお願いします。はい、ツアー久しぶりなんですけど、休み明けで切って、久しぶりなんですけど、好きなレース場なので、少しでも前走れるように一生懸命頑張りたいと思います。よろしくお願いします。上野拓磨選手に話伺います。よろしくお願いします。さあ今日初日2走を終えてですけれども、現状船足どのように感じましたか？バランス取れていいと思います。このモーター、展示解説の横綱さんなどからも高評価上がっているモーターではあるんですけれども、はい、やっぱりその雰囲気というのは感じていらっしゃいますか？はい、はい、今日前走は大きな配当になりましたけれども、あそこはこう展開を見据えていたんでしょうか？いや、もうたまたま展開が良かっただけなんで、でもそこをつける足はあると思います。はい、明日に向けて何か調整考えていますか？ちょっと回ってない、重いんでちょっとだけ、そういう回転ぐらいですかね。はい、はい、スタート感についてはいかがでしょう？いや、わからないです。はい、それでは地元ファンの皆様に向けてメッセージをお願いします。最後まで一生懸命走ります。応援お願いします。選手のインタビューをご覧いただきました。では展望に入ってまいりたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。第10レースボートレースチケットショップナバリ特賞のメンバーです。1号艇新田智明、2号艇向井美鈴、3号艇中北正史、4号艇金子拓也、5号艇川尻大輔、6号艇太郎達之、ご覧の6選手によって争われます。
さあここ進入から伺っていきたいと思いますがいかがでしょう。そうですね、はい、ここも前付けは多分ないと思うんでね、はいはい、3対3の枠なりになっていくと思いますね。はい、枠なり想定です。スリットの体型なんかはどうでしょう。そうですね、3の長木田選手、4の金子選手ね、まあ、結構スタートに、ね、いくと思うんでね、はい、頭1番2番で防げるかというような感じですね。なるほど、では本戦の方から伺っていきたいと思いますが、そうですね本戦ね、ここ1号手の新田選手、はい、まあ、出足中心に足はまずまずね、出足あるんでここまあ打ちコースなんでね、ここはインからしっかり先前打ってね、まあ、逃げが本戦になってくると思いますね。はい、まあ、相手はね、まあ、2は小さくさせてくると思うんでね、3号手の長木田選手ね、これ伸び中心にね注目モーターにも上げましたけど ね、そうですね、かなりの足あったんでね、はいはい、ここは3コースから思い切って握ってね、うん、いけばまあ2着ね十分あると思いますね、はいはい、まあ、3が握ればね4の金子選手しっかりマーク出してくるんでね、うん、マーク出してついてきてね、あと5の川尻選手もねしっかり幕がついて、はい、1、3から4、5っていう形がね本戦になっていくと思いますね。はい、せめて3号艇中木田選手挙げていただいていますが、では狙い目いかがでしょう。そうですね、狙い目はね、まあ、3の中木田選手のね、はい、地元の一気まくりみたいですね。3がバーンとまくるとやっぱり1番ちょっと、ね、引き出しに入るんでね、うん、まあ、4はこれ濃い幕出し来ると思うんでね、しっかり幕出しに来て5が続くっていうような展開でね、5の方が若干伸びはいいと思うんでね、はい、まあ、3がいってもまあ4と5が並走になって、まあ、4番5番にちょっと効率化したいなって感じですね。はい、なるほど、では以上を踏まえましてフォーカスをお願いします。10レースまくり注目ということです。本戦が134135、狙い目3号艇の中木田選手から345354とご覧のように挙げていただきました。では続いて11レース予選特選のメンバーです。1号艇野口勝弘、2号艇北村誠司、3号艇星野太郎、4号艇磯村匠、5号艇大竹飛鳥、6号艇長岡茂和、ご覧の6選手によって争われます。さあここは進入いかがでしょう。そうですね、6長岡選手ね、たまに入ってくるとこありますけど、はい、ここはまあ入ってこないと見てね、はい、まあ、ここもすんなり3対3で枠内になってくると思いますね。はい、そしてスリットの体型としてはどうでしょうか。そうですね、ここはね、まあ、横一線の体型になってくると思いますね、はいはい、しっかりまあ、ね、前提踏み込んでくると思いますね。なるほど、では1マークの展開、まずは本戦からお願いします。そうですね、本戦ね、1号艇野口選手、まあ、今日ね結構まあうまいレース見せたんでね、まあ、モーターは波ぐらいですけどね、はい、しっかりレースできたんでね、ここはあんまりいいからね、スタート切れればしっかりね押し切って先前の逃げがね本戦になってくると思いますね。はい、まあ、相手はね2号手の北村選手、後半ちょっと V にぶつかってね、ちょっと、旋回あのミスしましたけどね、足的には問題ないんでね、ここはにしっかりさせばね、はい、2着十分あると思いますね、はい、あと3の星野選手、うん、まあ左右ついてね、やっぱりエースモーターねしっかり足もあるんで ね、はい、ここはしっかりねあのマークリ出していくと思うんで、しっかりマークリ出してね、はい、あの3着あると思いますしね、うん、あとは4の磯村選手小さくさせるのに5の大竹飛鳥選手も持って握ってくるんでね、はい、はい、握ってるのここ3着で、まあ、6は刺して1、2から3、5っていうのがね本戦だと思いますね。はい、では狙い目の方はいかがですか。まあ、狙い目はね北村選手ね、さっきも言ったように結構足あるんでね、北村選手の刺しがね、はい、スコッと入った時にね、1の野口選手長い時にね、北村選手の刺し切りを、ね、狙ってみたいですけど、刺した時にね、はい、星野選手のマーク出しも結構伸びてくるんでね、この2、3ズボズボっていうのが狙い目としてちょっと面白いと思いますね。なるほど、あとはまあ1と5の、ね、争いになってね、4は小さく出して6はこうなるんでね、5 の、 あの大竹選手もね足結構伸びいいんでね、はい、外側でも3着これ面白いと思いますね。というとこう気配の良さそうなモーターが結構いるというところですね。そうですね、ここは3番5番とね、まあ、2番回しもいいんでね面白いと思いますね。はい、では以上踏まえましてフリップの方お願いします。11レース差し切りということです。本戦123125、狙い目231235と挙げていただきました。続いて最終12レース月選抜戦のメンバーです。1号艇川村亮、2号艇松本明恵、3号艇上村純一、4号艇鈴木俊介、5号艇桜本歩美、6号艇柳橋博樹、ご覧の6選手によって争われます。さあここも最終12レースになります。進入から伺っていきたいと思いますが、そうですね、ここもねあの5番6番前付けないと思うんでね、はい、すんなり3対3の枠なりに、ね、なってくると思いますね。はい、スリットはいかがですか。そうですね、ここね2号手の松本選手ね、はい、やっぱちょっと F 持ちなんでね、今日ちょっと慎重だったんでね、うん、それがどこまでいけるかっていうような感じがね、ちょっとね、あのスリット体験になってくると思いますね。うん、本人のコメントでもちょっと休み明けというのもあってっていうのは、そうですね、はい、話してました。慎重なんでね、はい、うん、では、1マーク体型としては、本戦から伺っていきたいと思います。そうですね、本戦ね、1号艇の川村亮選手、はい、まあ、モーターはね今日見た感じやっぱ波ぐらいですけどね、まあインとってねなかなかやられるような選手でもないんで ね、 そうですね、はい、ここはインからねしっかりスタート決めての先前打っていうのね、はい、
頭がね1着がね本戦ですね、はい、あとまあ2号手の松本選手スタートしっかりいけば足はねまずまず悪くはないんでね、スタートしっかりいければ重走されてしっかりついてくれると思いますね、はい、あとは3号手の上村選手、まあ、今日はね結構スタート来ていいレースだったんでね、ここは3コースからしっかり攻めての3着だと思いますしね、あとはね、4号手がジグザグさして5号手の桜本選手もね結構スピードあってマグ出していくんでね、こう1から逃げて1、2から3、5っていうのがね本戦になってくると思いますね、はい、はい、では狙い目の方はいかがですか。まあ、狙い目はねさっきも言ったようにねあの松本選手がスタート遅れた時にね、はい、やっぱスタート遅れた時はやっぱちょっとへこんでね、はい、体勢苦しいね3のね、上村選手に幕出しズボってくるとあるんでねこの3、1のねあの幕出しが本戦ですね。もう3、1で刺すとね2番はやっぱ沈むんでね、うん、4の幕出し5の握りっていうところはねあの3着にはね面白いかなっていうようなね感じになってくると思います。はい、なるほど。どれぐらいこう2号艇松本選手が壁になってくるかというところでもありますね。そうですね、しっかり壁になるかどうかですね、はい、はい、ではフォーカスご覧いただきましょう。12レースまくり差しということで本戦123125狙い目314315と挙げていただきました。さて続いては次節8月31日から開催予定になっていますルーキーシリーズ第14戦スカパー JL 支配争奪戦についての情報です。合わせまして全国での三重支部選手の活躍などより広い視点での情報をマンスリーボートレース土屋編集長にお話しいただきます。どうぞご覧ください。先日開催されました、G3-2 オールレディースで、地元からですね加藤綾選手と柿内清美選手の両選手が優勝戦に駒を進めまして加藤綾選手が2着柿内選手が6着でゴールとシリーズを通して大活躍されていたのをちょっと報告したいと思います。そしてですね続きまして23日からはですね浜名湖の方で SG ボートレースメモリアルが開催されますが三重支部の方からはですね、ボートレース2の推薦で、新田裕司選手と足立勇樹選手の2人が出場します。新田選手はメモリアルに3年連続11回目の出場で、足立選手はメモリアル初出場で、SG は2018年の浜名湖で開催されたボートレースクラシック以来4年半ぶりの参戦になります。ボートレースの代表として、両選手の活躍を期待したいと思います。ルーキーシリーズの第14戦、スカパー JLC 杯争奪戦ということで、8月31日から、9月5日までの6日間、開催されますが、ルーキーシリーズはですねまず、出場条件なんですが、登録6年未満の男子レーサーに、登録6年以上で今年1月1日時点で30歳未満のオーバーエイジ組を交えて争われます。ヤングレーサーが集まるということでですねやはり水面では果敢に握って攻めるシーンも多くありそうで激しいバトルに期待したいなというふうに思います。シリーズの中心はですね今乗りに乗ってる福岡支部の新海渉選手をちょっと挙げさせていただきたいなと思います。新海選手はですね、今年すでに優勝7回を挙げていますが、この数字はですね全レーサーの中で、トップと、まさに、破竹の勢いを見せているといった状態なんですが、8月16日現在で、今年の勝利数がですね、85勝ということで、2位のレーサーにですね10勝差をつけて、年間最多勝争いの、トップを独走しているようでして、この1着をですねまた、今シリーズもしっかり積み上げてですね、最多勝争いまたトップをどんどん、突っ走っていくんじゃないかなというふうに、思います。まあ、各地で V ラッシュの優勝ラッシュの、勢いですから、今シリーズも、1着を量産してさらに優勝回数を積み上げる可能性は十分あるのではないかなというふうに思います。続きまして対抗にはですね G1 覇者の栗木翔選手を挙げさせていただきます。栗木選手といえばですね昨年の平和島周年で G1 初優勝の快挙がありました。当時の実績ですが2度優勝があるんですが
その2度の輸出がですね、8月9月に1回ずつということで、この時期の津の水面は相性が、良さそうということで、今シリーズは好勝負、必至なんじゃないかなというふうに、思います。さらにですね、今年、優勝回数、2回あるですね、勝負強さのある、馬場剛選手、加藤翔馬選手、前田敦也選手、佐々木寛太選手の、4名も優勝争いに、加わってきそうです。またですね、今シリーズではレーサー歴の長い野中一平選手、井上和樹選手、下寺秀和選手の、3選手や、末永和也選手、常住蓮選手といったですね、佐賀勢も、V 争いを左右する存在になるのではないかなというふうに、思います。地元からはですね、ウルタ翔平選手、宮村優也選手、坪井壮介選手、中野浩二選手の、4名が、参戦を予定しています。走り慣れた水面というアドバンテージをですね、フルに活かして活躍してほしいなというふうに思います。ポイントを貯めてさまざまな豪華景品と交換、ツポイントクラブ。電話投票会員になって会員登録するだけでポイントはさまざまな景品に交換することができます。ツポイントクラブ、ぜひご入会ください。さあ続いては三重支部若手レーサーインタビュー、題して三重支部若手レーサーに聞くです。今回は吉川貴人選手の第2回目となります。どうぞご覧ください。ボードレーサーになったきっかけ何やったん？知り合いの方が紹介といいますか、どうみたいな感じで進めてもらったのがきっかけですね。なのでもともと全然関わりといいますか、知り合いの人が進めてくれたわけ？はい、知り合いの人に教えていただいたのも19とか、専門学校行ってたんですけども、はい、その時に教えていただいて、あ、そういう仕事もあるんですねみたいな感じから、ちょっと自分で調べてって感じですね。なってみてどう？いやー、いい仕事かなとは思いますけどね。すごい。やっぱりこれ以上のあと職業はないと思う、俺は。だからこの仕事をやっぱり大事にやっぱりやっていかなあかんと思うわ。はい。最近でも特に本当にやっぱり思いますね。こういうコロナ禍とかでもいろいろ友達だとか、知り合いとかとかお話、仕事の話とかやっぱ聞かせてもらったりすると、やっぱ仕事も僕たちの仕事はあったりしますし、そうやね。でもやりがいもありますし、やりがいもあるもんね、これは。そうですね。もう自分の、ね、モチベーション次第といいますか、別にもう僕がもう本当にいいやと思ったらそこで終わってしまうから、もうまだまだっていうとどん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 上上がれるんやから、やっぱり自分が選んだ仕事としてはやっぱり十分やっていける仕事じゃないかなと思うよ、手で。いや、そう思いますね、本当に。うん、素敵な仕事かなと思います。最近プライベート何してんの？はい、プライベートですか？何ですかね。ゴルフやらんのか？ゴルフもやります。ゴルフやるん？ゴルフやりますよ。ゴルフはでもちょっと前、数年前とかの方がハマって行ってましたね。ここ最近は本当にどうですか、数ヶ月に1回誘ってもらって行くかなって感じですけど。もうさ、2ヶ月ぐらい前からウルタ君と俺ゴルフ一遍したことあんねん。本当ですか？ウルタと、あれ浅香さんとウルタ君とメンバー誰ですか？あと森岡だったから、誰が連れてきたかな、あれ。で、ウルタ君連れてきてさ、一回一緒に回ったんやけど、自分はあんまりそこまではやってないんやけど。最近はそうですね、それこそデビューして先輩に誘っていただいたときはほぼこう毎日回ってた。ああ、そうなの。まあそこそこやったことはあるんやな、そしたら。まあゴルフはそれ前に置いといて、今は何がいいの？はい、今最近はそれこそ温泉とかサウナが好きなんで、もう体重減らす減らさんとかは関係なく、なんで空いてる時間、なんか昼間だとかも、ちょっとサウナ行ったりだとか。はいはい。家いるときはどうですか、本読んだりだとか、もうダラダラしてる感じですけど。温泉って言うと何行くの？全然全泊とかで県外行った時も近くの
とかだったり、うん、あの大浴場ついてるホテル取ったりだとか。あ、そうかそうか、そういうところでね。はい、そういうところでいたりしてます。温泉できない、俺と一緒やな。行かれるんですか、うん、前岸本がな、あの奥さん、はい、奥さんこちら七月からの方里帰りかなけど、岸本君はあれちょこちょこ会うたよ。本当ですか。僕、うん、それこそあのこのリモートの数十分前に行ってきたんです。本当にか。ボートレース2では、うん、輸出はさせてもらったことあるんですけど、うん、まだ優勝はないんですよね、2で。ああ、そうかそうかそうか。なのでそれはちょっと目標にはしてますね。2でちょっと地元で優勝はしたいなとは思ってます。とりあえず目先の目標としては2で優勝したいっていうところがあるわけだね、それで。目先はそうですね、A1 今期7月からはA1 表記にもなったので、うん、そうそう、また G1 とかも、はい、走らせてもらうと思うので、ちょっとそこで結果残したいなと思います。うん、まあ、それ期待してるから、はい。まあ、今日は本当にありがとうございました。はい、お疲れさんです。ありがとうございました。ポイントを貯めて、さまざまな豪華景品と交換、ツポイントクラブ。電話投票会員になって会員登録するだけで、ポイントはさまざまな景品に交換することができます。ツポイントクラブ、ぜひご入会ください。さあ、2回にわたってお送りしてまいりました吉川貴人選手のインタビュー、横綱さんいかがだったでしょう。そうですね、レース場だけではなくね、選手の素顔を見れてね、うん、とても良かったですね。そうですね、この後も三重支部若手レーサーのインタビューをお送りしていきたいと思いますので、どうぞご期待ください。今節の最終日は8月25日木曜日となっています。どうぞご注目ください。今日の解説は横綱さんでした。横綱さん、今夜もどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。